おはようございます。速稼塾の久保でございます。さあ、体のステーキングライブ、本日ですね、5月5日21時からです。皆さんお待ちどう。そしてですね、一般のって言ったら変ですけどもね、暗号通貨のちょっと値段見ていきましょう。またね、ビットコインが600万割りましたよ。でもイーサリアムはいかがでしょうか。それでは画面を切り替えますので、こちらを一緒に見ていきましょう。はい、ビットコインですよね、600万を切りましたけども、でもまあ強気の金額、まあ何回も言いますけども、今年の8月に500万いけばいいなと思って市場の多くの方見てたんですけども、それに先駆けてね、4ヶ月前倒して600万突破して700万にも1回タッチしましたよね。で、現在500万円台になったとは言っても600万ちょっと切ったぐらいですから、まだまだですよね。こっからまだまだビットコインでのチャンスがあるんじゃないかなと思います。そして今日ね、お伝えしたいのはイーサリアムですよ。20万円を超える前に買っときましょうというふうに散々呼びかけましたけども、今37万ですよね。私はイーサリアムは100万円ぐらいが適当な金額だと思ってますんで、まだね、それでもその 37% しかクリアしてませんから、あとね、これから 2.5 倍ぐらいに伸びてくる、3倍ぐらいに伸びてくるとは思ってます。イーサリアム、私はもうしっかりと仕込みましたんで、もう言うことはないですね。で、リップルですよね。リップルもね、150円をなかなか割らなくなってきたなというところです。200円に行けばまあ御の字なんですけども、私の場合はもういつ決済してもいいかなと思ってます。平均取得単価、高値掴みしたかなと思った金額が42円でしたからね。リップル153円、十分な利益をもたらしてくれました。そして我らが体のエーダーですけども、142円、これはですね、体のエーダーをある一定の保有数を買っておいて、ステーキングにすぐ移した方がいいと思うんですね。ステーキングに移すとどういうことかっていうと、5日ごとに報酬入りますので、じゃあステーキングを解除する方とか、エーダーをね全部売っちゃえって方はなかなかいないと思うんですよ。ということで、ステーキングに参加する人が多ければ多いほど、エーダーの金額ってのはどんどん上がっていくと思われます。そしてエーダーの金額が上がると、ステーキングもどんどん付与されるじゃないですか。そうすると一人一人のエーダーの保有枚数増えるわけですよ。何が起きるかっていうと、ステーキングに参加すればするほどエーダーの価格は上がっていって、そしてエーダーの信用は担保されていって、エーダーのプロジェクトは進みやすくなるってことです。何もかもいいでしょう。ということで、体のエーダの本日ステーキングライブ、速稼塾塾生さん、リピさんのライブがありますので、よろしくお願いします。体のエーダ、久しぶりにウォレット開くからやり方忘れちゃったよって方もね、どんどんお越しください。全部解決します。そしてですね、復元パスワードありましたよね。復元ワードね、あれ忘れちゃった方いないですか。復元パスワードを忘れちゃった方は、はっきり言って救済できないんですよ。ただ私に連絡すればその限りではありません。ダイドロスウォレットの復元ワード忘れちゃった方、万が一にと思う方は私の方にメールください。それでは今晩会いましょう。